はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も石壁の戦い続きをやってまいります。では前回までのあらすじでございます。ただいま213年、ゲームを始めて5年ぐらいですね。効果1都市から始まりましたが、ただいま 1,2,3,4,5,6,7,8 都市ですね。調子よく広げてるように見えますが、この曹操軍、曹操軍ではないですね、義軍になりました。三奪して皇帝となりました曹操。今連合を組んで曹操と戦っておりますが、非常に強力。我々ナンバーを味方にし立ち向かおうといったところでございます。それでは今回曹操の都市何都市取れるのか考えただけでワクワクしませんか。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。さて曹操、許すまじ倒してまいりましょう。不遂館行きましょう。じゃあどんどん劉将を追い詰めましょう。もうプーヤンのものは俺のもの、それが劉備の戦い方。さていよいよ不遂館ですね。我々安全に進んでおります。これはですね、ひとえに劉将を曹操の魔の手から救うため、夢我らが指導を占領して漢中まで進行しよう、そんな風には思っておりません。不遂館攻撃始まります。相手はわずか2000人。クシャーナに行ったもみあげゴルゴが戻ってまいりましたね。お、連れてきた、出た、生え際キツキツ男やってきましたね。何これ、クシャーナの技術、先方の効果状態異常付与の効果期間を延長。これじゃあ諸葛亮とかにつけたら何日になるの、もう一月ぐらい異常を起こしてんのかしら。あら、いいもんいただいたわ、ありがとう。しかもすごいお金持ってきたじゃないの、効果がでかい。また5人送っちゃいましょう。ちょっと待って、すごい上がってる。ほら、何これ、大成長、関与なんか統率2上がってる。これ暇そうなやつね、持ってった方がいいですね。すごいわこれは、びっくりしちゃった。さあびっくりしながら不遂館に当たっております。ヒア、ああ単内はね無理でしたね。次のターンで落とせるかどうかといったところ。さて今回のですね、クシャーナ遠征メンツ決めてまいりましょう。お、猛核でもいいのかな、これ魅力かな、ちょっと何依存かね、後で調べておきます。私とりあえず特使ついてる闘志寛容は必須ですね。あとはなんか政治魅力知力バランス良さそうな3人付け足しておきますね。さあ行ってください。承知しました。さて不遂館残り戦を切りました。700、500、300、お、どうだこれは。しかし超人が迫ってくるが不遂館突破でございます。超人そのまま来るのかどうかといったところ。超人は引きますね。これにて指導での決戦が確定いたしました。了解。が向かったのは南蛮大王のところでございます。これで親密となりました。でももう廃下になってるので関係ないですよね。イベントついております。今関係ないですよねって言ったのに南蛮イベントが出ましたね。有効その2、何が出るんでしょう。劉備様申し上げます、南蛮の大王が劉備様に面会を求めていますぞ。なんだ面会って、ここは刑務所か。ともかく丁重に出迎えろ。劉備様、お初にお目にかかる。我が南蛮の大王だ。日頃は何かと、俺は乱暴じゃねえ大佐、俺は乱暴じゃねえ。ちょっと強引すぎるんじゃないだろうか。力を合わせてこその我らだろう。今日は我らのさらなる友好の証として我が軍の聖太、ああなるほど、
精鋭に変わるわけですね。変わるというか精鋭もプラスされる。あ、これは強そう。あ、だからか、なんか微妙な感じしたの。なるほどなるほど。じゃあこの人たちを移動できますよね。不遂感、何気にこのマップで動かせるようになった。すごい、これは息を飲んじゃった。これ武力93とかある。これ武力93の象が攻めるわけだ。で城攻めなんかだと波状アップが生きる。持ってきましょう。一部隊は使いましょう。で個性、城攻め向きがいいですよね。個性優勝でですね、波状アップ、これで造兵とダブルで波状アップ。しかもギャル言うことなし。ただ2万7000でこの指導を落とせるかってとこですね。ちょっと輸送を待ちましょう。一方慶州では曹操軍と小競り合いが始まろうとしている。おっとっとっと、すごい勢いで深夜から兵が出てきた。小競り合いじゃ済まなそうだ。ええ使節団は貴族に襲われ物資の一部を奪われてしまった。ちょっと軍勢が足りなかったですかね。賊の襲撃で金と兵糧の一部を失いましたが、みんなが無事だったのは何よりでしたな。一層気を引き締めて進みましょう。なんか随分ポジティブだね、王鵬くんは。いいのか悪いのかよくわからないけど。さてさて、この雨金を倒せるか。お、出した。あー、これダメじゃないか。なんか観光が混じったら急に寛平くんどうしたんだい。嫌いかな弟が。一方常用、一番やべえやつが来てしまいました。徐行、そして宝徳ですね。固有戦法を持っている。お、雨金を取られた。雨金はすぐ行けますよ。おっと来た。あれ、寛平くんだけお留守かな。いないかなこれ。あ、いないんだ、寛平くんはいないんだ。いるじゃないか、歩の上にどっかり座って。君だけ士気が下がらないところいるじゃないか。あれ、なんか撃ってるな。でも先方撃ってるな。あれおかしいな、何撃ったんだろう。撃ったことになってないんだが、まあいいか、寛平なんか。さてさて、守りを固めてまいりましょう。一騎打ちだ。関公が関水に一騎打ちを仕掛けました。関公86、関水74。水村、いいぞ、相手をしてやろう。バチコイ、せい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 。どうだ。おおお、やばいじゃないか、やばい。あ、危ない危ない危ない。あんかつとし、観光のあんかつとしだ。お、傷を負わせーの。ちょっとこっちが気になりますね。あ、で、曹操はこっちに回った。なるほど、この関ファミリー許すまじといったところか。うん、それとも関をそれほどまでに捕らえたいか。ミイラ取りがミイラになる。教えてやろう、こういうことわざもあるんだ。大きなお世話だって声が聞こえてきそうですけども、これ徐行にですね、技法かけると 0%。 大前か、大前持ってると 0% か。技法にかからないってか。宝徳は宝徳に技法をかけるとこちら 50%。 やっぱ大前ですね。で宝徳こっちの日和内流しちゃえば、あわよくばですね、徐行の動き次第。ん、違うか、寒波か、寒波か沈着か、どっちなんだろう。あ、寒波だ。技法にかからない。あ、よくよく見たらこれ新しいやつなんですね。あ、そっかそっか、個性ちゃんと覚えていかないといけないですね。実況してますからね。玄関ちょっと歩を取るので出そうと思ったんですけど、固有つきましたね。これなんて読むんだろう。これですね、光月球、対拠点丸でダメージ味方防御アップ。まず単体ダメージが10ですね。そして味方防御アップ
これも自分ですね。しかし玄関、眼光ですね。まあ眼光でも柔らかいから防御アップあればなんぼか違うかなといったところか。さて常用の工房戻ります。そろそろですね、深夜にカウンター打ってやりたいですね。来た来た来た。でチョーク直入入れてきましたね。あ、それで落とし穴ですね、かかりましたね。でちょうどよくですね、新参希望打てます。危うく諸葛亮死ぬところでした。では新参希望、やられたな、やられたな。生を持って愛、気を持って加担、加担、やられたな、貫かん。これで2部隊とも除退場ですね。さて常用ですね、混乱してる隙に涼か陳と周曹ですね、周曹でなんとか捉えてほしいなと思っております。金さんの使者、まさかまた同盟なんて言い出すんじゃないでしょうね。いいかい、これはフリじゃないよ。同盟なんて言うなよ、同盟なんて言うなよ。有効な証かい、そこ同盟 やるところでしょうが。ヒョロ一枚ありがとう、大切に使わせてもらうわ。うん、すぐなくなると思うけど。親密になりましたね。また断り倒してやらないといけないですね。さて強い強い、長軍が強い。おっとチンと連携のところまで行ってなかった。さらに混乱を足していく感じだ。平坦切れまで起こしております。これどっちかでも捕らえたいですね。捕らえたらね、だいぶ曹操軍、曹操軍じゃない、義か、削れるんですが、徐行は捕らえられなかった。あとは報徳だ。かなり士気が下がっております。ゼロになりまして、あー捕らえられないか。周曹がいながら捕らえられなかった。しかし無傷で倒したのである。あー義武の強を撃たれた。これ3部隊か、これかなりやばいですね。さてクシャーナ施設団3回目でしょうか。あ、すごい上がった。あれ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 、何が起きたのかな。あ、やっぱ5人か、こんなに上がったんだ。いや1回目のもちょっと見逃しましたね。上がったな、やっぱ人数かけないとね、いけませんね。そして3つ目遠いですね、500までいったのに。とこれはやりましたね、寛平くん。ソロだけど、ソロ活動で2000、微妙なソロ活動。お、超よく肩発見、久々に肩を発見したような気がいたします。竜と汗拭くなよ、そんなに。いいじゃないか、レモン色の汗をボタボタ垂らせよ。何を言ってるのかさっぱりわからないけども、有効な証金3000、高いじゃないか。でもこれ汗でネチャネチャだぞ、これ金が汗でネチャネチャだ。言いがかりも甚だしい。使者がお待ちです。今度は金銭軍、弓構えてるじゃないか、こっちに。なんだ、喧嘩売りに来たか。要件を聞こう。弓構えて同盟とはなんだ。なんだ、キョンシーみたいな顔して。条件、港を1個くれるという。拒否。港よりちまちま金をよこせ、ちまちまと。おっと、これは、あ、来た、寛平君。さすが寛平君、補佐聞きますね。寛平君すごいわ。今回の寛平君一味違う。おっと、また出てきた。うわ、奉仕2つだ。これは痛い、触りたくない、触りたくない。でもこの運とは守らなきゃいけない。おっと、関羽、なんとここで徐行に一騎打ちを仕掛けた。103対95。お、固有ぐらいになった、なりましたよね、固有ぐらいね。あ、待ち、こい。あれ、じゃあこれ馬長とかも期待だな。あ、あ、あ、おい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 、負けなんて、負けなんてことはあるぞ、これ。あー、よかった、慶応だ、上皇慶応、関羽の勝ち。いや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 、負けるかと思いましたね。出直さな。関羽の武力98。お、これは逃げおおせるか。逃げおおせましたね。ついでに歩も取っちゃって。関公が連れてきたのは
右近。右近は軽傷を負っている。貴様に囚われ、世に襲名を残すことになろうとは不甲斐ない。口だけは達者のようだ。しかし右近という男、罵倒されるためだけに生きてきた問いよ。役立ちましょう。役立ちましょう。右近には義理がない、そういう設定になっているのだ。さて、なんとか守りきりましたね。一方我々シドを目指しております。プーヤンを保護してやるんだ。おっと、これはゴランだ。ゴランが降りてきてしまった。山を降りるな、ゴラン。ここで南蛮優勝。反応してしまったが、ゴランの方が強いんじゃないか。これは、いや、南蛮強い。行軍2000、すごいなこれ。いやいや、これはどうなるか。普通にやれば勝てるはずだ。お、クシャーナに行った施設戻ってまいりましたね。あれは外人は、外人いないじゃないか。ちゃんと拉致して持ってこさせないと。なんならあんなのいらないんだよ。俺お宝だけ持って帰ればいいんだよ。投資ら能力成長 すごいなこれ。お、出した、なんだっけ、光月球888のダメージ。ダメージはそんな多くないですね。ただ自身の防御が上がる。防御700、まあ眼光にしてはね高いでしょうか。参戦もついてる状態ですね。今回の使節団の成長、あ、すごいな。関与統率またに上がってる。武力統率、魅力、政治上がってますね。知力も上がって、あ、全部か、これ全部上がるんだ。なかなかの経験値を得て帰ってくる。なるほど、これ成長させたい武将はね、攻撃活かせるっていうのも手ですね。リュウゼンとかね、うん、リュウゼンとかすごいね。3ずつ上がるんじゃないか。これ体格10とかにしたら4ずつとか上がるんじゃないか、最初だけ。さて次のターン、いよいよですね。シドを攻め込めるかどうかといったところでございます。さてさて、これにて駅州平定じゃないですね、関中もあるんですね。関中まで行っちゃいましょうか。駅州全部取って気持ちいいなっていう形でですね、早々に手痛い一発食らわせてやりたいと思っております。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。